こんにちは、しばとです。今回はキラーの武者をレビューいたします。エクスプローラー武者22ということで、22年のモデルなんですけれども、23年にリリースされている機種になっております。キラーといえば、高崎明さんが有名ですけれども、ベースだと泰治さんですよね。この独特なシェイプ、僕ね全然知らなかったんですけれども、 ESP で作ってたみたいですね。で、もともとそのキラーという名前も高崎明さんのアキラのキラーで ESP の工房で作っていたというところでね、ESP のね、子会社とかそういう感じじゃなくて全然別メーカーなんですけれども、非常にお近い関係だったのかなというふうな感じですね。キラーのギターはね、初レビューです。これね、重量がねずしーんとしててね、このねボディの小ささでなんと4キロ超えですよ。もうレスポール並みの重さ、アッシュになっております。色もねめっちゃかっこいいですね。ネックもね結構しっかりしてて、ボディネックともにね結構ね重心がドシーンとしてて、でもこの刻んだ時のですね、ボディに来るずしずし、ボディがめっちゃ重いギターってねあんまそういうのがないんですけど、これねすごいきます。もう刻みがねズン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 、もうねここにね振動がねきますよ。構造なんですかね、なんかネックがねすごく深くディープなねジョイントらしくて、ちょっと珍しいですよね。留め具は2点になってるんですけれども、多分ねこの中でねジョイントされてるんでしょうね。で、いろいろとこだわりがございまして、まあこの辺のスイッチの類はへこんだところに埋め込まれているという風な感じです。かっこいいですね、色もかっこいいですね。で、エスカッションもねこうなんですよ、真っ平らになっているという風な仕様です。で、フロイドローズにワンボリュームで、これはねダイレクトスイッチなのかな。早速ね鳴らしていきましょうか。差し込みがねこれ後ろですよ、ジャックは。お、いいですね、なんかフィット感が、この辺のねフィット感がちょっとね木琴バンドに似てるんですよね。だから振動の効き方がスルーネックのね木琴バンドとねちょっとね似てる感じがします。生音いいっすね、やっぱねネックがねかなりしっかりしてる。やっぱこのずしずし感ってあれかな、こうモッキンバードもねここにあるじゃないですか、角が、それをこうグワーンってきてんのかな、こっちかな。あ、でもここも揺れてるな。あー、うん、このボディへの振動は結構ねこの角重要かもしんないです。ではリアからいきます。感じ、フロント、コリーンとしたクリーンではなくて、やっぱゴンブト系、歪みで本領が発揮される系ですよね。エスカッションがないんでね、なんかすごく ピックアップがね近く感じる。で、歪ませます。
ちょっとディレイをかけて、テクニカルな人にはやっぱキラーっていうのが合うんじゃないですかね。まあ僕なんかはね全然使いこなせておりませんが、これを使いこなせるとねかっこいいっすよ。まあ、キラーはね結構ランクがあって、これはね、まあ、上位の方になります。まあ安いのは安いのでね、今中古相場はねそんな上がってないので、まあそちらはね手に入れやすいかと思うんですけれども、やはりね上位の方はね非常にいいなという風な感じでございました。現在千葉館で試走できますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。